もう最後15分ぐらいなんで、担当の話。本来担当のブドウ流派ない、あったのかもわからないけど、なくなっちゃったのか、それとももともとなかったのかわからないけど、担当の流派について触れた情報はない、文献もない、子たちはちょっとある。それで、まあ担当武道というと、ね、担当というのは大体一尺まで、まあ、これが牛歩刀剣類で一尺までと言っているだけであって、担当別に一尺以上あってもいい。背の大きい人やったら150センチでも担当や、2メートル30、40でも担当や。背の大きい人は大きな担当を使うし、背の小さい人は小さな担当を使う。先生も担当として22センチぐらいの担当と30センチぐらいの担当と34センチぐらいの担当と3種類使っている。これ長い方の担当じゃなしに、これは短い方の長い方の担当かな。だからこれも担当と言うている。ところでこの担当武道はないように、担当居合もない。で、僕は居合そのものは今はもう武道じゃないと思っている。昔々の形が居合で残っているだけであって、500年600年前のやつを今も変わらずやっていて、伝統芸能獅子舞と同じや、あれいやいやったから言うて戦場へ行って戦おうてこいって戦おいてな、物の役に立たない、戦闘あれで戦闘ができない、戦闘ができないけど肩だけが残っている。だからまあひなわ銃と同じ類じゃない、獅子舞と同じ類、伝統芸人昔こんなのがありましたというのはひなわ銃やな、まあバーンってやっとらないような、鎧着て組み違っとるな、あんなもんもうあれへん。居合もその類なんで、担当居合いうのはなかったもいいんだけれども、一応まあそれらしいものを説明しとく。大体こんなん誤視させてあることはない、町を。ましてやこれさしといて急に人を傷つけることもない。これさしとって急に人に襲われることもない。それで、担当を言うても、これ、逆手と本手とかあるけれども、まあ、常識でことさえ分かっとったらそれでいい。で、一つは、恋口をどう切るか。まあ、これはみんなよう分かっとるな。恋術は、これ、脳頭は軽くしておく。脳頭は軽くしておく。脳頭というのは、鞘の中に刀を収めているのは軽く。そういう意味では、恋口の調整が必要。恋口いうのは、この口のことを恋口という。で、これ、はばきという。恋口とはばきが、ぐすぐすやったら、柔らかいと言われるし、硬すぎたら、
抜けない。抜くのに力がいる。だからちょうどいいやつにやっておくのが武士のたしなみで、甘かったら礼したら刀がひょいと勝手に飛び出していく。硬かったら抜こうと抜けない。だからこの幅きと食い口とが摩擦で収まっている。硬からず柔らかからず、まあ言うたら今の言葉で言うたら安全装置みたいなもんで、安全装置を親指で軽く押したら刀がちょっと2ミリ3ミリ出てくる。これでもう非常に抜きやすくなる。これはみんな知っておとり。だから腰へ刺すのも、まあ今な腰へ刺してマジ歩くアホおれへんけど、仮に刺すとしたら、まあこういうふうな道具を着ていたら親指を入れてこっちへ回して、でこれをここへ差し込む。こんだけ差し込んだら、あとは手を添えてもう一回入れる。これちゃんと今言ったように長い刀は、まあ6尺ぐらい、ごめんなさい、2尺から、まあ60センチから75センチぐらい。けどこれ短い、今言ったように。標準が両方刀剣類では30センチ。ただし昔はそんなこと言わなかった。短いものを担当と言うと。両方刀剣類では15センチぐらいまでを担当と言うと。14センチだったら担当と言わない。おかしな話。1センチほども同じや。30センチ以下や。31センチでも同じや。けど法律的にはそう言ってるから、何も法律の担当だから担当だと言われてよろしい。そしてこれ、担当だけで人は家の中では担当を刺して歩き回るし、担当を刺したままで座る。担当を刺したままで武家は家の中で生活する。ただし家の中で担当を刺さない武士もおる。それに対して長い刀侍、家の中で絶対刺さない。だいたい刀掛けに置いとくか、刀掛けが一番、まあ、床の間とかパッと取れるところに置いてる。武家が長い刀を横に置くときは右側に置く。右側に置くということは相手に敵がないですよということを表している。これ左側に置く武士がおったらアホか敵がある武士、左側からだと早く抜けるから。けどこれ刀刺して正座する武士は99、100人中99人いない。そういう習慣がない。料理屋へ行っても入り口で刀預ける。また帰るときそこで刀を受け取って帰る。人の家を訪問しても、そこの芸人が刀預かったり、奥さんが刀預かって、玄関に置いておく。にもかかわらず、居合の連中は座って刀を抜いて一生懸命、座り技やいてね、稽古してる。あれ、あんなことは、日常生活では刀刺して参るというのに、正座することは料理屋へ行っても殿中へ上がってもお城の中でも家でもありえないから、なんで座って稽古するんだよと言いたい。
したがって私の場合も座っての刀の稽古は昔はやったけれど君たちもやったな、もうやらない、そんなんいらないという主義、立ってやる。昔の侍も実際では立って刀刺していた。もしかテレビなんかの時代交渉で刀刺してやっとったらよほどアホタンの時代交渉をやってる。ところでこれ抜くときには鯉口を切るというんだけど、つばを押す、これ軽く押す、押してからこうするのか、もうこう軽くもしながら押したらいい。実際は押す、持つ、なこと言わんでいい。持つんと押すのが同時。相手が遠くにおるときはもう抜いて待つ、抜いて待つ、いいか、近寄ってから、相手が切りかかってから抜く。まあ居合の連中はそう教えるけれど、あ、切った方、もう抜いて切った方が早いな。相手が抜いて切ったやつに対して鞘から抜く、そんなことしとったら遅い。し、手が必ずここへ来るから、ここの手を抑えられたり、あるいはここの手を刀で切りつけられたり、何ともなる。だから相手が遠くから来た時はもう刀を抜いて待つ。そして刀を抜いて相手が近づくのを待つ、あるいは自分から接近する。納刀もいろんな納刀の方法があるけれども、居合の連中はこんな納刀もある、あんな納刀もある、納刀なんかでも何種類かあるな。そんな納刀いらない。で、居合の連中は血振りをした、それで刀を収めよう。豚の血でもここへつけて一回血振りしてみる。血なんか取れへん。人間の血をあげればいいから。豚の血でも、うんって血振りしてみる。血だらけ。そんな刀をここへ血振りの後で納刀することを教えと。あれ、アホタンとしか言いようがない。切った人を切った刀。血がついた刀、血振りで血がなくなるか、なくならない。それ納刀したらどれになるか。中に血が溜まる。ひどい時には、抜けない血が。抜けても中に血だらけになると。血は、血だらけになったらもう鞘でなくなる。だから流派によっては懐紙を出して懐紙で拭いてから入れるという流派も、まだこれの方がようわかる。要するに人を切った刀をちゃんと手入れして鞘に入れると鞘がダメになる。これは武士のたしなみやな、常識やな。その常識は居合では破れている。居合の先生は血振りをして入れるで、自分豚の血やなんて実験したことないから、わからんからそういうふうに言うてる。お前なんでそんなこと言うんやった。わしは昔先生から聞いたんや。それだけ。一回うせや思ったら豚の血でも塗って納刀してみ、刀置いといてみ、ダメになる。すぐサビも出てくる。だから血を切った刀、人を切った刀、血がついた刀は血振りではダメ。それと、抜くときはもう静かに上へ抜いて、難しいこと言わんと、こうしたらいい。あるいは横へ抜いて、横へ抜いて、横へ抜いて、まあこうしたい。
けど縦へ抜く方がまあいいな。中心線でこう抜いていくから、これはちょっと中心線が外れるようなところも少しあるような感じやから、横でもいいけれど抜く。それが肩の抜く方。納刀はここでちょっとここの肉を利用する、こういうふうにかぶせる、ちょっと小口から出る、出すぎたらいかん、ちょっといたらまあ3、5ミリぐらい出て、刀の背中をここへずーっとつけてこう持ってくると、そのうちこのこれがここへポトンと入る。そういう意味ではこれこうまっすぐ立てるというよりもちょっとこのぐらいにとった方がいいんじゃないかなと思う。これでこうしたらここへ入る、それとこれでこうして鞘にまっすぐスーッと入れていく。普通の長い刀には鞘をちょっと迎えに出す、これ入れるとともに鞘をちょっと出すけれど、短刀では鞘を出すことはほとんどない。なぜなら短い。だからもうちょっと分かりやすく言うと、普通の刀だったら鞘引きして入れ出したら、これちょっと入れながらこっち側を迎えに出て、でまた戻す。それやったら短いやつが鞘から外れる、いや帯から外れる。したがって鞘引きはしてもいいけど、そんなに迎えに行かんでもよい。もう一回言うと、これこうやる、もうそのままでふーっと収めてね。長い刀一回こう引いて、長いからスーッとやって、一回両方とも合わすようにして、終わったらちょっとこっち引きよう。ああいう動作が短刀の場合はない。長い刀の場合は長いから引いて、小口をできるだけこっちを持ってきて、ぐーっとこう刀がパトンと入るようにして、そのまま入れるんじゃない、鞘を押し出しながら刀入れる、でまた鞘をちょっとこっちを戻す。そういうふうな調整をするが、短刀はその点非常に短いんで、単純に入れていったらよいな。だからこうしてもう鞘ほとんど動かない、右手だけの操作であると考えたらいい。さあ次はそれで抜刀と納刀があるんであるが、抜刀と納刀、長い刀とだいぶ違う。これ脇差しになったらまた違う。脇差し言うても刀の場合60センチ以上やけど、脇差し言うたら50センチ台もあるし、40センチ台もあるし、30センチ台もある。31センチと59センチどっちも脇差しや、同じ操作じゃない。刀によって違うということを分からんという。特に短刀は短い。ホッ君の刀でも、おでも長いと思うんで、今日はほんなら一応抜刀と短刀の抜刀と納刀ということで、次はまた次の機会にしよう。時間だからな。はい。